もお疲れ様でですす7月10日日水曜日朝6時の相場解説です今日は161円に回復してのマーケットですけども今日中にね161円の中盤から後半に伸びていくかなっていうところの上昇トレンドをこれから見ていくところでございます日足を見るにですね乖離が進んで移動平均線にくっついてライムのところからまた跳ね返って上の方に行ったかなってところですね まあこの辺りはね、上昇トレンドがはっきりするはするほどあの内側の青い線で反発するよりも赤い線そして一番上昇トレンドが、ね、反映されるのはこちらのライムなんですよねうんだから上昇トレンドの期間が長かったり上昇トレンドが、ね、はっきりしたまま進んでいる場合ライムのところで跳ね返ることが多いかなっていうことでございます、はいえー、今日も倍、ね、で取っていけると思いますよ で4時間の方なんですけどもご覧のように跳ね返って上の方行きましたね正確には以前お示しした通りヒゲ先でこうやって見ていった方がいいんですけどねだから一旦壁に阻まれてますけども,も上の方に抜けていくことも見えてくるかなってとことですねだから上昇トレンド中で今この上底下程にぶつかってるところなんですよですのでもしかしたら今日中に ここちらのマーケットに戻るかもししれなないよねってことをお話ししたわけなんで、すよねはいで1時間の方見ていきましょう、えー。1時間はね、このように160円の20もあたりで跳ね返って以降上昇トレンドやっぱりなったでしょ。この上昇トレンド私が目論んだのはここなんですよ。で、実際この伸びとこの飛びを取ってますからね。で、さらにもう一発来た時にはもうすでに。 ここを破って上昇トレンドに向かっていったとその代わりこちらの方で、まあ、材料で伸びたわけですけどね今度は帰りが進んだんでライムのところにぶつかって上に行こうとしてるっていうところに見えますでライムの,のところでエントリーされた方もしね反転しなかった場合でも赤で反転する可能性がありますので、まあ、どこまでロスカットを耐えるのかってことはここで、えー、検討しておきましょうそして昨日の段階ではまずねここに反応して 取れたところまであったわけでで、すよで。次はここに反応して取れるかどうかってことなんですけども実際昨日は材料でこうぶち抜いちゃいましたからねで今日見るのはこのレンジに戻るかどうかってことですこれこのレンジに戻れば万々歳でレンジに戻ったからって言ってその勢いのまま上に抜けることはありますんでね、えー、ただ方向性は結構絞られてきたんじゃないかなというところですはいそれじゃあ今日もよろしくお願いします